どうも皆さんこんにちは、渡辺です。池田しおりです。よろしくお願いします。久しぶりので、今日はもう池田さんにちょっとやってもらったんですけど、こうきっちり止まる夜会巻きっていうこのグッズを使って自分でセルフの夜会巻きをやってみました。仕事だったりとか、まあなんか行事で多分やらなあかん時とかってあると思うんですけど、ちょっと池田さん自分でセルフでやってるんでね、多分その辺のコツとかをちょっとご紹介してるので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。シアオイルをつけていきます。全体的にしっかりとつけていきます。固定軸を広げて紙に通していきます。ポニーテールするみたいな感覚で通して、マジックテープの部分を右側になるようにつけていきます。固定軸を5センチだけずらします。毛先をねじって固定軸も一緒にねじっていきます。ねじった毛先を左の指のところの中に入れ込んでいきます。毛先をしっかりと中に入れ込んでいきます。フォームの丸くなっている方を内側にして、表面の毛をコームですくって反対側に入れ込みます。この時固定軸に引っかからないように注意しながら入れてください。スプレーをつけていきます。表面にスプレーをつけて細かい毛を抑えていきます。バランスを整えたらこんな感じで完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。仕事等で夜会巻きをしないとダメな方、よかったらこの方法でやってみてください。